本日はですね、占い君に相談だ。相談だ、そう。はい、そうだそうだ、相談だ。はい、相談だ。はい、コーナーです。来てますよ。はい、占いとは関係ないかもしれませんが、占い君です。ね、関係ないかもしれませんが、はい、相手、特に目上の人に送る上で良い印象を与えたり、うん、縁起が良かったりする年賀状の書き方ありますかと。なるほどなるほど、うん、はいはいはい、もう時期ですからね。わあ、そうですね、うん、もう本当は書いとかなきゃいけない日ですよ。いやでも、まあ、まだ、うん、まだギリギリ間に合うじゃないですか。はいはい、はい、うん、で、年賀状はですね、うん、まず一般論として、はい、まあ、金が新年とかね、うん、新年明けましておめでとうございますとか、こう決まり文句があるじゃないですか。いやまあ、はいはい、でね、例えば新年明けましておめでとうございますっていうのは、うん、ダブリなんです。新年と明けるは同じことなんです。だから、うん、本当は新年、金が新年とか、うん、明けましておめでとうございますであって、うん、新年明けましてっていうのはすでにもうダブってるわけなんですね。ああ、じゃあ日本語としては本当はおかしいんだ。まあ、本当はあんまりよろしくはないよと。あるいは、横文字使いたがる人は、はい、ハッピーニューイヤーって書くじゃないですか。もう小学生とかよくね、はいはいはい、気取って書くじゃないですか。はい、僕も書いたことありますよ。だけどね、一番最初にあがついてるわけですよ。うん、で、あがついたということは、はい、これは文章とかではない、あるいはその名詞では、ごめんなさい、金が新年とかおめでとうの意味ではすでになくなっております。あのね、うん、例えば、お誕生日祝いの時に、はい、お誕生日おめでとうのことをハッピーバースデーって言うじゃないですか、うん、あ、ハッピーバースデーって言わないでしょ。うん、聞いたことないのも、うん、で、ハッピーバースデーだから誕生日おめでとうになるので、うん、新年おめでとうって言いたかったら本当はハッピーニューイヤーなんですね。え、あのあは何なんですか。あれは、うん、楽しいお正月みたいなイメージの、うん、なんていうかな、こう名詞というか体現になっちゃってまして、もともとあれの前にね、I wish you a merry Christmas っていう言葉があるわけですよ、はい、で、ヨーロッパではあんまり新年っておまけみたいなもので、はい、メインはクリスマスなんですよ。ああ、聞いたことありますね。あなたにその楽しいクリスマスをっていう、I wish you a merry Christmas って歌の文句にもなってるのがあるんだけど、そのクリスマスの後に、うん、and a happy new year っていうのが後ろにつくんですよ。で、楽しいお正月もねみたいな感じで後ろにくっついて、あ、それが a happy new year。 そこは楽しいお正月っていう風になってるから、はい、あがついてるわけですよ、ええ、で、多分昔の誰かがそこだけぶった切って持ってきたんだと思います、はい、だからそうなんですか。まあ、だから楽しいお正月って意味で使う分には何も問題ないんだけど、うん、新年おめでとうのつもりで「あ、ハッピーニューイヤー」って書いたら本当は変だぞって話なわけなんですよ。ああ、でも多くはそう思って多分使ってますよね。まあ、明けましておめでとうの代わりですもんね。に挨拶みたいに使いますよね、うん。で、ちなみに中国なんかだと、はい、ゴンフェイファッチョイっていう言い方がありまして、うん、まあ、なんだろうな、ファッチョイってね、はい、財産が発するって書く、発財って書くんですよ。うん、だからおめでたさもね、ものすごいリアルな話になってて、はい、儲かっておめでとうみたいな感じが新年の挨拶になってたりすると。でも全員が全員儲かって、いや、儲かるようにという、まあ、そのご挨拶なわけですよね。なるほどね、具体的に。そうなんです。で、最後にね、これじゃ占いにならないんで、はい、年賀状書くときに、うん、これポイントはその年その年によって違いますが、うん、今回は、はい、はがきの面のですね、はい、右の下になんかワンポイントをつけると、開運効果とか、目上に可愛がられる効果が期待できます。あ、じゃあ相手に送るやつでいいんですね。もちろん、いや、普通にだから年賀状印刷とか作るときに、はい、右下、そう、右の下の隅っこのところが今年のポイントになってますので、うん、まあ、今年から来年にかけてのね、ここになんか絵でもいいし何でもいいし、ね、まあ、何でも構いません、何でもいいから目立つような色をつけてもらってもいいし、そうすると、特に目上の引き立て運みたいなのが良くなるので、はい、そういう偉い人に出す年賀状は右下ワンポイント、うん、おー、これいいこと聞きましたね。はい、ぜひ試してやってみてください。はい、また明日も見てください。